今年からヘッドコーチに就任します吉田恵です。よろしくお願いします。J1 昇格という目標を掲げたアビスパ福岡にで仕事ができることをすごく嬉しく誇りに思います。その中で、その目標が達成できるように、長谷部監督、選手、スタッフ、全体で、支えられるようにしっかりサポートをしていきたいと思います。そのために日々最善の努力をして、現場で、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今シーズンよりコーチに就任させていただきました田中亮太郎と申します。私は福岡出身ということもあり、今回このようなお話をいただいて非常に嬉しく、そして強く責任を持って覚悟を持ってこの仕事に当たらさせてもらいたいと思っています。チームとして J1 昇格に、絶対に J1 に昇格するという目標を持っていることで、そこに向けてそこから逆算をして日々どういうことができるか考えながら監督を支えて、でチーム全体がクラブ全体がアグレッシブに目標に向かっていけるように自分ができることを常に考えながら全力で一日一日を大切にしたいと思っております。よろしくお願いします。今シーズンよりコンディショニングコーチに就任しました樋口壮太郎と申します。よろしくお願いします。長谷部監督とは3シーズン目の付き合いとなりますが、これまで同様にまずは障害の発生件数を減らすこと、それによって長谷部監督が使いたい選手の選択肢を最大化させることをまず持って目標とし、合わせて選手の長所をピッチ上で発揮できるようにフィットネスの観点からサポートをしていければというふうに思っています。その結果が必ず J1 昇格につながるものと思い、最大限力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今シーズン高知県分析を務めさせていただきます中島和乃と申します。今シーズンの目標でもある J1 自動昇格のために、ここにいる選手、スタッフ、一度となって目標に向かって日々ベストを尽くしていきたいと思っております。シーズンが終わった時にここにいる皆様と喜びを分かち合えたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。